いちこです。今日は2024年6月17日月曜日です。高松の午後4時半過ぎの温度は25度で、予報は曇りです。動画は前回の続きからで北町を走っています。読み上げも前回の続きからで、大阪、愛知、岐阜連続リンチ殺人事件の6回目からです。ではいつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんがお許しください。どうぞ。大阪、愛知、岐阜連続リンチ殺人事件。出典フリー百科事典ウィキペディアより。被害者 B への暴行。被害者 B への暴行現場、愛知県稲沢市稲沢町北山、当時の加害者 Z 宅付近。18時頃になってシンナーを吸いたくなった KM が X に、落ち着いてシンナーを吸える場所はないかと尋ねたところ、 X はシンナー仲間の古株である男 Z の家中68、愛知県稲沢市稲沢町北山を提案した。 KM、KA、HM の3人を含めた一行は、そこならシンナーを楽しめそうだと考え、同日18時頃、中69に Z 宅へ到着した。V を除く一行の6人、KM、KA、HM と W 子、X、Y 子は新たに3人、Z とその妹、妹の女友達を加えた9人でシンナーを吸い始め、しばらくすると KM が突然 Z に対し、何ガンつけてるんだと因縁をつけて暴力を振るったが、この時は Z の妹が制止したために収まった。シンナーパーティーが始まってから1時間後にはシンナーが足りなくなったため、 Z が近くに住む不良グループの仲間の一人である男性 B、 当時22歳中70にシンナーを持ってきてくれと電話した。 KM とも知り合いだった B はジュースの空き瓶に小分けされたシンナーを2500円で購入して Z 宅へ持参したが、かつて交際していた女性を KM から強姦同然に奪われた中71、過去があり、シンナーを吸いながら KM をたびたび睨みつけ、KM からつかみかかられると逆に牽制しようと、刑事を呼んでもいいんだぞと言い放った。しかし19時40分頃、この言葉に逆上した KM は、中72、B の顔面を拳で殴ったり足蹴りしたりした。また KA も B の体が邪魔になってテレビが見えにくかったことや、自身も B から睨まれていると感じて腹を立てたことから KM に加勢し、 B の顔面、頭部を拳で殴るなどした。 Z の時と違い、シンナー仲間たちは誰も B への暴行を止めようとせず、中73、KM らはそれぞれの間で暗黙のうちに意思を相通じて共謀して B への暴行を加えた。大阪事件とは無関係だった X も B へのリンチに加わり、 B の顔面を拳で殴った。さらに KM、X はこもごもビールの空き瓶、ウイスキーボトル、平成7年王台231号の7でその頭部、顔面、背部などを殴打したほか、 KA も加えて3人で放棄、平成7年王台231号の3の柄で B の手、肩、背部などを多数回殴打した。そして W 子も KM の先輩だった B に対し、情けない先輩だななどと言い、KM と共に放棄の絵で B の体を複数回殴打した。さらに別室に Y 子と2人でいた HM も、KM から、お前何やってるんだ、イチャついてないでお前もやれなどと指示されたことから暴行に加わり、ビールの空き瓶、ほうきの柄などで B の体を殴りつけた。その間、少女たちは B への暴行を傍観しながら Z 宅の電話を使って宅配ピザを注文し、 KM たちは21時20分頃に配達されたピザを食べ、ウイスキーを飲んだりしながら B への暴行を継続した。そして KM はピザを食べる際に使用したフォークを B の頭部に突き刺し、そこから出血してくるとウイスキーを傷口に注いだり、包丁を突きつけたりした。
また X も KM が包丁と共に持ってきた醤油差しを使って B の頭部に醤油を垂らしたりした。同日22時30分ごろ、Z がそろそろ父親が帰宅する時間だと告げた。174ため、KM は無抵抗の B を立ち上がらせて歩かせようとしたが、B は玄関を出たところで足を引きずりながら脱走しようとした。しかし約20メートル程度逃げたところで X らに追いつかれて捕まり、X の木曽川べりの緑地公園なら人気がないという一言で臨時の場所が決まった。被害者 B を殺害。殺害現場、愛知県美西市ユークアザ外浦36番地、木曽川左岸堤防、美西文化広場駐車場、現、愛知県一宮市ユーク外浦36番地。同日23時ごろ、KM、KA、HM および W 子、X、Y 子、Z の7人、中75は、V の運転する車で2便に分かれて場所を移動することにし、Z 宅から7キロほど離れた木曽川沿いにある愛知県木曽川祖父江緑地公園、以下、祖父江緑地公園。愛知県中島郡祖父江町大字祖父江字鍋島132番地県、愛知県稲沢市祖父江町へ移動した中76。そして KM、KA、HM と X、W は祖父江緑地公園で共謀してリンチを再開し、 HM が近くで拾ったカーボン製パイプ、セールボード製マストの一部分、その一部が平成7年大台231号の2で B の体を十数回殴打したほか、 KM、X もそれぞれ放棄の絵カーボン製パイプで B の頭部、大腿部などを約10回ずつ殴打し、 KA も放棄の絵で B の体を殴打した。途中で B は祖父江緑地公園駐車場へ入ってきた自動車に気づいて追い返したが、警察に通報されることを恐れてさらに場所を移動することを決め、再び V が運転する車で2便に分かれて木曽川左岸堤防に隣接した美西文化広場の駐車場、愛知県美西市ユークアザ外浦36番地現一宮市中77へ移動した。B はすでに重傷を負ってはいたが、この時点では死に至るほどではなく、最悪の事態を避ける機会はあった、中78が、KM らはリンチを続けて B を死亡させた。KM、KA、HM と X、W 子は美西文化広場駐車場でも B への集団暴行を繰り返し、KA は放棄の絵で B の頭部などを多数回殴ったり、堤防の上から B の体を堤防下へ転がり落としたりしたほか、HM もカーボン製パイプで頭部、背部を数回殴打した。また KM もカーボン製パイプで B の頭部などを多数回殴打し、X も B の頭部を数回足蹴りした。この時には、死ねなどと叫びながら B を殴打する KM に対し、W 子がやめて、本当に殺しちゃうと制止したが、KM はこれを聞き入れなかった。また X がシンナーの入ったビニール袋をうつ伏せになった B の左脇腹近くに置いて点火したが、7時間弱にも及ぶ長時間にわたり強度の暴行をほぼ間断なく執拗に加えられた B は意識が低下しており、ビニール袋に入ったシンナーが自分の肌に接した状態で燃え上がっても払いのけることすらできず、看板で微弱な反応しか示せない状態に陥っていた中79。KM、KA、HM と X は B の処置について相談した結果、反則を隠蔽するため B の体を木曽川に流すことに決めた中80。2時30分ごろ、KM の指示を受けた X が B の体を蹴って堤防上から堤防下まで転がり、落とし中81、KA、HM、X、Z は B の両手足を持って引きずったり、足で B の体を蹴り転がしたりして、182、木曽川河川敷の雑木林内まで B を移動させて放置した。B は草むらに放置された直後まで、細い声でうめいていたが、やがて死亡した。183。被害者 B の死体は、事件から6日後の、
10月13日に木曽川左岸河川敷の雑木林内、木曽川に向かい、堤防ののり面の下段端から約 10.1 メートル地点で発見されたが、死後変化が高度に進行して、多数の宇治最大約14から15ミリが付着し、その産色により、頭部から体幹にかけての軟部組織をほとんど欠き、内部臓器もなく、ほとんど白骨化した状態で、その重量は約 12.5 キロしかなかった。以上で、途中までの読み上げを終了いたします。最終更新2024年4月24日、水曜日。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に、幸、多からんことをお祈りしております。